タスエアウェイズは、キプロスのラルナカに本社を置く、航空会社である。設立は2015年6月で、翌年2月14日に、ラルナカ国際空港からの定期便運航を開始した。2019年10月頃に、同社は定期便の運航を、ほぼ終了し、チャーター便の運航業務を中心に行っている。サーブ340サーブ2000タスエアウェイズは2015年6月に、 欧米各国の投資家たちによって設立された。2016年2月14日、同社はサーブ340を使用して、ラルナカからイスラエルのテルアビブとハイファへ向かう定期便の運航を開始した。同年7月、タスエアウェイズはより大型のサーブ2000を受領した。2017年6月、同社初のジェット機であるフォッカー100を2機入手し、 その後5機のホッカー70を購入した。2018年7月6日、タスエアウェイズは、トゥスプラスというマイレージを開始した。2019年9月、タスエアウェイズが運行を終了するとの報道がされた。CEO のアンドリュー・パインは、運行終了を否定し、運行を終了することはないが、変化はするだろうと語った。パインは2019年下期まで、通常の運行を継続し、 当期は、チャーター便の運行のみを行うと述べた。また、2020年夏までに、ブランド名を変更し、より大型な機種を導入する予定だとも話した。2019年10月、同社は2020年夏までに会社名を、エラーエアウェイズに変更すると発表した。2020年5月時点での就航値は、以下の通り、フォッカー70フォッカー1002019年8月時点での、 保有機材は以下の通り、Wikimedia ンズにはタスウェアウェイズに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。